はいどうも、Pラボです。プロボクシングダビッチ世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦、王者スティーブン・フルトンを相手に同級1位井上尚弥が7月25日東京有明アリーナで2団体の王座をかけ決戦が行われます。フルトンへの挑戦を控える井上尚弥は6月2日横浜市の所属ジムで行っていた体力アップを目指す集中合宿を打ち上げたといいます。当初は神奈川県を出て走り込み合宿を予定していたが、天候の悪化を考慮し大橋ジムでの集中合宿に切り替え、弟の WBA 世界バンタム級王者井上拓磨、元 WBO アジアパシフィックスーパーライト級王者のいとこ井上幸喜と共に5月29日から5日間徹底的に体力アップに取り組んだといいます。練習メニューは元世界3階級制覇王者の八重樫明トレーナー、2012年ロンドンオリンウェルター級代表の鈴木康弘トレーナーがアイデアを出し合って決定。井上尚弥のバンタム級世界4団体王座統一に大きな成果を発揮した八重樫氏の指導法、通称八重トレに加え、鈴木氏が自衛隊体育学校で実践してきた練習方法を合わせて独自の練習方法に井上ファミリーが取り組んだといいます。最終日は反射神経と俊敏性を高めるウォーミングアップから始め、シャドーボクシング、対人でのシャドーボクシング、全力の集中サンドバッグ打ち ×7 セット、ボディープロテクター打ち ×5 セットなど約80分間汗を流したといいます。井上尚弥はこの練習に対し、1週間普段の走り込みとは違ういい集中期間になった。多分試合前では過去一で練習している感じ。合宿メニューはボクシングの理にかなった練習だったと思う、と振り返っています。鈴木トレーナーは短いインターバルを入れながら強度の高いフィジカルトレーニングを行ってスタミナアップなどを図る対乳酸トレーニングなどを導入。この過酷なトレーニングには大橋秀幸会長があんなに苦しそうな尚弥の顔は見たことがない。と明かすほど厳しいものだったと言います。鈴木トレーナー曰く、このトレーニング法は疲れた状態でもパンチを打てるようにするため、現役時代に自衛隊体育学校で実践していた、やると試合の時のスタミナが全然違いますと、スタミナの大幅強化が図れると言います。井上は5月下旬からフルトンと近い体格の身長170センチでオーソドックスのクリストファー・ロペスとスパーリングを重ねてきたが、今週をもって第1弾のスパーリングは終了。フルトンに近い体格でより攻撃的なロペスとのスパーリングで効果的な調整ができたという井上は、今月中旬からスパーリング第2弾として3月にも井上のスパーリングパートナーを務めた米国のホープ、ジャフェスリー・ラミド、メキシコ人パートナーのブライアン・アコスタ、セサール・バカ・エスピノサと計3選手が再来日するといいます。統一王者フルトンと同じテクニシャンたちとの実戦練習に入る井上は、来週からスパーリングを再開しますと話し、本格的なフルトン対策に入ると意気込んでいました。そしてプロボクシング WBC 世界スーパーバンタム級王者マーロン・タパレスが7月25日に東京有明アリーナで開催される井上フルトンの統一戦の勝者と4団体統一戦を行うことが WBA から正式に許可されました。これは7月8日ムロジョン・アフマダリエフに判定勝ちしたマーロン・タパレスが新王者となり、フルトン・井上戦の勝者との4団体統一を WBA に要請していたもので、当初は微妙な判定を受けてアフマダリエフから
即時再選の要請が出ていたものの、BA はタパレスはアフマダリエフを接戦の末に下し王座を獲得した。アフマダリエフ陣営が WBA に直接再選リクエストを出しているが、現時点でそうすることは現実的ではない、と判断し、初防衛戦は指名試合ではなく選択試合になることが決まったといいます。またタパレス陣営がフルトン井上戦の勝者と戦う許可を WBA に要請したことを受け、この試合は4団体王座統一戦になる。ボクシングのためにそれを認めるのは強力な理由になる、と承認したといいます。また WBA は同級2位にランキングされたアフマダリエフに対し、同級1位亀田智樹と WBA 世界同級挑戦者決定戦に臨むように指令を出したといいます。これにより亀田智樹がアフマダリエフ戦に勝利すれば、井上フルトンタパレスの勝者とのタイトルマッチに臨むことができます。そしてタパレスが新王者となったことで、井上のスーパーバンタム級4団体王座統一が今年中に実現することが現実味を帯びてきました。去年の12月にバンタム級の4団体王座統一した井上尚弥だが、あれからわずか1年で再び新階級での4団体王座統一をすることができるのか。そんな井上はボクシングの統括団体 IBF が5月31日米シカゴで開催している総会で、全世界4団体統一バンタム級王者の井上尚弥を2022年度の年間最優秀選手に選出しました。井上はジムを通じてありがとうございます、またスーパーバンタム級を取って4団体統一できるように精進していきます、と力強いコメントを残しています。井上は早くもスーパーバンタム級での4団体王座統一を視野に入れているが、それにはまず7月25日 WBC、WBO 統一スーパーバンタム級王者スティーブン・フルトンに勝つ必要があります。しかし新王者のマーロン・タパレスはまだ王者としての実績は不十分なので、ここを勝利した方が事実上の4団体統一王者となりそうです。はい、では今回は以上になりますが、このチャンネルでは今回のような解説動画を撮っていきますので、ぜひチャンネル登録をし次回作をお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。